そうなければレッスンボの時間です。今日の解説は高知新聞の倉田正樹記者でお届けいたします。進行竹野上です。倉田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週までね、かなりまだ暖かいなという日が続いていたんですが、ね、真夏になる時もありましたもんね、はい、ところが一気に冷え込んできましたね。今日は記者席暖房入れたんです。ああ、そうでしたか。はい、そのタイミングでまた白暴競馬ですから ね、はい、最後の方ほんまに寒いなというような状況になりました。ファンの皆さんもぜひ寒暖の差が非常に大きいですから、ね、体調崩さないようにお気をつけいただきたいと思います。ということで木曜日も白牡開催、開門時刻11時45分です。どうぞ、開門時刻と発送時刻お間違いないようお気をつけください。それでは木曜日の競馬展望してまいりましょう。全部で12レース行われます。で、 JR エイドの交流丸山が特別は第8競争に組まれています。こちらもどうぞお楽しみください。で、展望しますのは10レースと11レースということになります。まずは11レースの浜菊賞 C1 クラスの一戦です。1230メートルスプリント戦、頭数12頭、ご覧のメンバー。それでは倉田さんの印をご覧ください。こうなりました。これ結構悩まされる一戦ですね。そうですね、かなり迷った一戦になりました。そうですか、はい。どういったところから切り込んでいけばいいのかというところ難しかったと思いますが、はい、まずは4番クリーに打たれましたけど、はい、本命のサイドの理由というのはどういうところですか。そうですね、今回展開を重視しました。展開重視、はい、はい、で、このメンバーを見渡していくのは、逃げるのはレオクリスタルかなと思って、うんうんうん、その2番手にスッと入れるのがクリーなんでね。そういった意味ではレオクリスタルが自分のペースで行って、その2番手からクリーが抜け出す、そういうふうな構造、はい、が浮かんで、本命をクリーに、対抗をレオクリスタルにしました。なるほど、なるほど、はい、はい。ということで展開目ですから、割と前に行く2頭ということですよね。そうですね、この2頭をまずは上位ということで、この2頭の評価というのはそれほど差はないということですか。やっぱりクリーはこの C1 級を3勝している実力馬ですし、そうですね、前走、ちょっと逃げ馬を、ね、深追いしすぎた面もあったのでね、今回はじっくりその足をためられるということでね、そういった意味では巻き返す要素もあると見ました。そうですか、はい、はい。ということで4番クリー、9番のレオクリスタルは対抗、これは行くのみというところですか。そうですね、はい、もう行けば本当に粘り強く走りますので、ね、そうですもんね、前走から距離が短くなるっていうのも、最後の粘りにもつながると思うんで、そういった意味では変わってきそうな感じが受けました。そうですね、はい、はい。で、3番手11番のラファームソルティ、これが前回 C2 クラスを勝っての昇級戦ということになりますよね。はい、前走 の直線の伸びが際立ってたのと、仮にクリーとレオクリスタルが、結構先行争い、巡って激しくなるようだったら、差し馬にも十分チャンスがあるんで、そういった意味では切れ味ある、ラファームソルティが、この今の勢いに乗って、昇級戦も、いい好勝負するんじゃないかなと思って、黒三角にしました。はい、以前ね、前に行くような競馬を見せてましたけども、差し足を伸ばすというレースが前回できてしっかりと勝ち切りましたからね、はい、楽しみになります。で、4番で、あとは白三角3頭ですね。1番、2番、6番、どういった序列ですか。もう枠番順にしました。はい、はい。パサラももう本当にいつ変わってもおかしくないと思うんですけどもね、転入してから、4走してきてじわりと着差も詰めてきてますのでね、そろそろコース慣れして、一発あってもいいんじゃないかなと思ってますけど、はい、はい、はい。2番のクールブルースター評価されてます。はい、ちょっと前走が敗因が今一つつかめないんですけども、うちの行為で辛抱強く足溜めていけば最後しぶとく伸びてくるなとそんなイメージがありますんでね、こういった意味ではこの2番枠というのは有利かなと見て。そうですね、はいはい。それから6番のエイシンタイマーまで印が入りました。はい、エイシンタイマーも C1 3走目なんでね、最小級してから3走目になるんでね、そろそろ一発あってもいいかなと、はい、もう力はありますんでね。そうですよね、はい、もっと上位評価してもいいような。そうですね、迷いましたけど、こういうふうになりました。はい、上位6頭印入りましたけども、もっと他にも印打っておきたかったなという馬いませんか。そうですね、オリビアンとかね、ユキネとかも入れておきたかったんですけど、そうですよね、もう本当に手広げてもちょっと難しいんで、ここは涙を飲んでというか、抑えをこの形にしました。そうですか、はい、はい。ということでご覧の印となりました。では倉田さんの解明をご覧ください。こうなりました。3連単で
4番と9番もう1、2着裏表で行こう、はい、まあ、ほぼ同格の味方ですね、はい、であとは1番、2番、6番、11番もう余裕があれば7番、12番まで手を広げてと、そうですね、もうオッズ見てあの、うんうん、惜しかったらもう狙ってみる価値あると思います。つくでしょ、3連単ですからね。そうですね、3連単、まあ、行くとは、まあね、うん、馬券ぐらいは行くとは思うんですけどね、はい、まあ、あるいは3連複2等軸で流してもそんなにね、はい、安くないんじゃないかなと。あ、そうですね、結構つくかもしれないですね、はいはい、ということでここは4番クリー本命、対抗9番レオクリスタル、この2頭軸の解明を挙げていただきました。それではもう一つ10レースいきましょう。こちらは C2 クラス1組のメンバー、まあ、820m のスーパースプリント戦、はい、こちらまた厄介になります。どんな印になったかこちらです、ということで9番の春風、この距離は一度使われて一勝を挙げている。姫路戦でもね、はい、800m で連帯外してないですし、はい、やっぱりこの距離いいんでしょうかね。そうですね、もう 820m 以下だったらあの連帯率 100% なんでね、うん、まあ、そういった意味ではあの信頼できるんじゃないかなと。まあ、あの休み明けというハンデはあるんですけども、ね、あのまあ、それでももう B2 とかでも上位争ってた馬なんでね、うん、C2 ならまあ負けられないだろうなと、あはは、まあ、そういう思いも込めての本命なんですけども、ね、そうですか、はい、距離適性とその格ですね、はい、そういったところは上位というところで、休み明けでも9番春風を本命に挙げていただきました。対抗2番のライトビグラス、これはこの園田競馬場の 820m 3戦3勝ですね。そうですね、もう本当この距離のスペシャリストという印象を受けますんでね、うん、まあ、あの春風が休み明けというハンデを抱えている分、まあ、内枠ですし、はいはい、うん、まあ、すっと花立てばもうね、あの54キロで佐々木セレキなんで、ね、ね、まあ、もうかなり加速がつくと思うんでね、はいはい、と先手を取ってしまえば一気に押し切ってしまう、まあ、場面も十分あると思いますけど、ね、そうですか、はいはい、佐々木騎手は水曜日の競馬で2勝を挙げまして通算60勝に到達しているというところで、はい、まあすごい新人です、それから3番手10番ウォーターイグアス、こちらはどういう評価でしょうか。はい、まあ、転入戦、まあ、5着だったんですけど、うん、ね、まあ、着順ほどそんなに負けてる印象もなかったですし、うんうん、まあ、むしろあの JRA 時代の実績から言っても、ね、はいはい、まあ、こういった短い距離の方が合うんじゃないかな。なるほど、まあ、そういった意味では1400からあの一気にまあ距離を大きあの大幅に縮まるんですけども、うん、そういう変わり身を見込んでの黒三角にしました。そしてあとは4番7番8番この3頭です。はい、うん、まあ、あのこの距離走り慣れてる3頭は、まあ、それぞれ、うん、あの印入れました。はい、うん、まあ、まあ本当に前に行く足があるのでね、あの、はい、展開次第では十分上位争いに食い込めるんじゃないかなと。うん、まあ、どうもかく 820m 線なんで前に行ったもん勝ちかなというふうに、はい、そうなんですよね、はい、まず前に行く足がないと厳しいというのが第一条件ですから、まず前に行けるというところが条件になってきますので、まあ、そういった意味で言われたようにあの距離適性を示している馬というのはやはり抑えておかないといけないということですもんね。はい、ということで4番7番8番というところまで広げてということです。その他の各馬というのはどうですか。そうですね、まあ、あとも結構印が回らなかったんですけどもね、うん、あの怖いんだったらあのニューフィーとかね、その辺も、うん、はい、変わってきそうな雰囲気はあるんですけどもね、はい、うん、はい、そうなんですよ、この距離でねガラッと変わる可能性というのはねありますので気をつけたいところですね。はい、では倉田さんの解明をご覧いただきましょう。3連単で9番2番こちらも本命対抗 1,2 着裏表にして相手流していくと。ですから3連単ですが結構つきますので、もっと広げられればというところになりそうですね、なってもいいかもしれないですね。そうですね、十分プラスになると、はい、その辺またオッズと相談して解明広げていただきたいと思います。ということで10レースもお願いしました。白牡開催で行われています園田競馬、水曜日と木曜日、金曜日がナイター競馬となります。まあ言うてるうちに金曜のナイターもあと2週間ですか。そうですね、早いですね、はい、そうですね、早いですね、うん、本当に ね、 ね、はい、あのまだ来られていないという方ぜひお楽しみいただきたいと思います。あの平常時刻が早まったりというところがあって存分に楽しめていない方もいらっしゃったでしょうからね。そうですね、残り2週間ぜひ、はい、都合がありましたらお越しいただきたいと思います。今日の解説は報知新聞の倉田正樹記者でお届けいたしました。倉田さんどうもありがとうございました。どうも失礼します。その中ではご覧の日程です。明日の木曜日の開催も開門時刻11時45分白牡開催となっています。どうぞお気をつけください。